あのオリンピックの選手村でねお酒の持ち込みが可能でお、えー、酒を飲めるってことに対してその、まあ、一部のメディアそれからネットがあのなんでおくオリンピックだけ特別扱いするのかとかおっしゃってるんですけどいやお選手村の中でおこれあのオリンピック選手村僕いろいろ聞くと当然競技前まではみんな必死なんですよ当たり前じゃないですか。 だって一生かかってるわけですからそのためにずっと鍛錬してきたわけですからで競技前に飲む人はまあいないと思いますあのそこまでは本当にコンディションを整えて本当に全力でいくわけですけど終わったらリラックスしていいじゃないですかあのオリンピックの選手村の中というのは本当にまあお祭りで,でいろんな方が来ててそこで交流を深めるってこともすごく大事なことなんですよね。でそこででで競技を終えた選手がお酒ぐらい飲んでもいいい飲んんもじゃないですか別に でその時にねあのうんちゃらかんちゃらって言うんだけどそもそも科学的因果関係が明らかじゃないわけですよ今の東京都国あれわかんない午後8時までとか言ってたのは午後8時まで,でもダメとか言ってるでしょあれ科学的な根拠ないですよね。でそもそもマスクしてても意味ねえんじゃねっていう話もあるぐらいなわけですよ。いや意味がないとは言えないけど完全にそれで効果があるとも言えないような状態なわけでしょ。 だそういうい意味のないことというか根拠のないことを人に押し付けるなということともう一個がやっぱりオリンピックを特別扱いするなとか言ってるけどいやオリンピック特別でしょ普通にオリンピックが特別じゃなくて何が特別なんですかオリンピックの代表に選ばれるってのは大変なことでもそれだけものすごい努力をしてきて各国の代表なわけでしょ日本にいらしてくださってるわけでしょできるだけ素敵な時間を持っていただくようにするのがあの我々の 務めというか気持ちなんじゃないですか。いや、オリンピックの選手側というか参加する側がいや、俺たちが特別なんだから、あの特別扱いしろっていうのは ng っていうか。まああんまり良くないなとは思いますよ。でも、お迎えする側、我々側がオリンピックの選手村のを特別扱いするのは当たり前じゃないですか？当たり前じゃないですか？いや特別扱いしないっていうのが逆に全く意味が分かんないんですけど。 オリンピアンはそれだけの努力をして選ばれてきてるわけですからそれは特別扱いして当然だと僕は思いますでそれ以前にそのこ人々の行動変容を通してうんちゃっていうアプローチがそもそも間違ってるわけですよね。検査ちゃんとしましょうよとそれから病死数もとっとと増やしますよと僕は本当にこれね本当に医療関係者の方々にはもう本当に申し訳ない感謝の気持ちしかないんですけども。 この程度で医療崩壊しててるってのはシステム側が悪いいに決まってるじゃないですか僕毎年あの行ってるアメリカの学会ので使ってるコンベンションセンターってものすごい広大なとこですけどあの医療ベッドがたくさん置かれてるって聞きましたそういう臨機応変のことできないのは政府の責任じゃないですかシステム側の責任じゃないですかで日本医師会の会長がなんか自分で寿司食べながらなんかしてたみたいですけどあの人がいつも出てきてなん,かなんかおちゃおちゃ言ってますけど 日本医師会の方っていうのはまあいつも感謝してますよだけど開業医の方でしょ開業医の方ってのは基本的に入れ受け入れてないわけですよ全くと言っていいことだから関係ないんですよねはっきり言って開業医の方々って申し訳ないんだけどでもうとにかく医療まあ,あの尾身さんっていうなんか俺から言えば隠居のおじい様がなんか要するにこれもしつこく何回も僕言ってますけど公開情報って全部あるわけだから別に尾身さんの見識なんかいらないはっきり言えば。 だってそんなのだんしゃべりゃ分かるんだからおみさんには政治的な影響力を駆使して何、ね、とか歩いってのは分類が問題だとかいろいろ言われてるじゃないですか検査体制がどうとか保健所がボトルネックになってるとかそういうことをとっととやってほしかったんですよねもう遅いっすけどだからそういうことをちゃんとやらないであのお酒は飲むな8時まででも出しちゃいけないもう人々の行動変容ばっかりに期待している、まあ、ある種の精神論ですよね。 ちゃんとロジスティックスとかちゃんとそういうことしないで精神論でなんとかなるんじゃねえかならねえわ <laughs> でその精神論の究極が僕はオリンピックの選手村でお酒出すのはけしからんっていやけしからんくないでしょオリンピックの選手村特別扱いするのは当たり前じゃないですか何が悪いんですか全然悪いと思いませんよまあもちろん気をつけていただきたいですよでもそのためになんか検査とかしてんでしょあと終わったら競技終わったらお酒飲むでしょ普通 と俺は思う。だから、なんかその結局なんか精神論の行き、着く先がオリンピックの選手村でお酒を出すのはけしからんという意見に繋がっていると僕は思います。そんなこと言うと精神論を持ち出すぐらいだったら、人々の行動変容で全てがなんか解決するみたいな。あの非科学的な思い込みをするぐらいだったら、検査拡充して病床も拡大して。それであのおみさんって、あのご隠居みたいな人はちょっともういいから。 だって公開情報全部あるわけだから突如やるべきことをやるべきだったとてかやるべきだったというか過去形じゃなくてやるべきだとこれからでもと僕は思いますその上でオリンピックの選手たちにはいい時間を持っていただきましょうよ当たり前じゃないですかわざわざ東京に来てくださるんですよそのためにオリンピックやるんだからオリンピックの選手村を特別扱いするのは当たり前お酒ぐらい飲ませてあげてくださいということです以上です